なあクッパ、話があるんだよな。もうぶっちゃけていい？もう単刀直入に言うわ。もうよくね？ピーチさらうのもうよくね？もう35年だよ。35年、あんた35年もさらってきてんの？もうわかるよね、脈がないって。てかまずね、人種違うやん。君亀でしょ。ピーチはね、人間なの。クッパ七人衆とかいるじゃん、あのプンプンとかさ。もうそこら辺じゃダメなの。ダメ？なんで？可愛くない？いやだから人種違うじゃん。亀はね、卵を産むでしょ。ピーチは卵を産まないの。さらうときもさ、おーマリオとか言ってるでしょ。あれ誘拐だよ、警察捕まるよ。嫌でしょ。もうその年にもなって、いや何歳か知んないけどさ、もう俺らおっさんじゃん。だからそろそろピーチを渡してくんな。いやぶっちゃけね、ピーチじゃなくてもいいんだよ。可愛ければ何でもいいの。はいどうも、ピオキングです。今日もみんなでバトルやっていきますか。もうみんな S じゃん、僕だけ S プラスじゃん。これ勝ち目あるよ。意外とですね、レート一番上の人って勝つんですよ。いやこれ言ったら元も子もないけどさ、だいたいレートの一番上の人ってだいたい強い人多いよね。いや僕もね、あのレートが7000とかそこら辺のある人っていうのは結構負けるもんだって。だいたい7000とかそこら辺の人マジ強いもんね。あぶねー。よしこのまま中間ポイント取っていこうか。よし大きくなりました。大きくなれたからね、このまま走っていきたいと思います。これはね、まあそんなに急がなくても大丈夫かな。いやちょっと待って待って待って、レート一番上の僕が負けちゃう。待って待って、キノピオか。キノピオも確か4000ぐらいだったと思うんだけどな。これね、あの一番下から走っていった方がいいと思います。バーがあったね。バーに邪魔されたわ。あのバーあそこに置くとか賢いね。よしじゃあ今度は、うわ左から行けばよかったね。でこれは、あええどこ行ってんの。あれキノピオどこ行ってんの。え、どうしたのキノピオ。あれ諦めた。もしかしたら勝ち諦めたかもしんない。チャンス、これチャンスだね。なんかキノピオがね、なんか変なことしてるんですよ。そしてマリオがやられました。タカホークさん。え、ちょっと待って、なんで知ってんの。ちょっと待って、なんで知ってんの。裏ルート知ってる。うわずる、裏ルート知ってたね、あのキノピオ。ちょっと待って、これは勝ち目ない。これは負けてもね、許されるでしょう。え、ちょっと待って、どこどこ、マジでどこ。え、いやもうこの神秘的なやつはいいから、あのキノピオ多分裏ルート知ってると思うんだよな。そこか、この右の方にあったのか。なるほどね、だからキノピオは戻ってったのか。ずるい。シンプルにずるいな。いやずるくないか、これも戦略だね。やっぱりそんだけやってるってことだよね。危なこのパックン、ちょっと乗いて。待って、うわーマジかよ。うー負けたー。いややるね。いやこのコースは見事に負けました。コースを知ってるってかなり有利だよね。やっぱね、ミンバトで勝つ方法としてはですね、あのミンバトをねやり続ければ、意外とですね、知ってるコースっていうのが結構出てくるんですよ。そん時が一番やっぱチャンスだよね。さあ次はフリーフォール2。なんか落ちていく感じかな。ちょっと待って。ちょっと待って待って、キノピオちょっと待って、キノピオ落ち着いて。ちょっと待って、何言ってるか僕分かんないけど。うわ高く飛びすぎ。これさ、うわ全然取れ、あ取れた、取れたけど一番後ろ。やばい、めっちゃ下噛んだ。あこれなんか見たことあるよ。これちゃんといかな、多分やばいやつでしょね。これちゃんといかな、やばいやつでしょ。こういうコース前にもして、うん、やられたことあるんですよ。多分あのキノピオやばいよ、多分あのキノピオ多分やばいと思う。多分やばいと思う。全然やばくなさそう。全然やばくなさそうだね。これはどうしようか。いや取っていかないでいいか、あのファイヤー取っていかないでいいと思います。僕はこのままマントでいきます。ちょっと待って。待って待って待って、よし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 。今3番手か。よしこれなるべく、あーマジかよ。待って待って、これは羽がないとまずいんじゃない。このコインの取りに行きます。あーこれ僕終わった、絶対終わった。ぜっ、いやまだチャンスあるね、まだ勝てるチャンスあるよ。さあ羽よ、早く出てきてくれ、僕に翼をくれ。僕に、いやちょっと待って。もうすぐバブルいるの禁止でしょう。めっちゃビビったわ。でこれ一番右だったね。はい
さて今回もですねコメントをちょっと拾っていってですね、まあたまにこのコメント返しっていうかね、まあ、動画でコメントの紹介みたいなのをさせてもらってるんですけど、今日はですね、まあちょっと前にスーパーマリオメーカー2ばっかりやってて飽きないのかって言ってたじゃん。確か動画で言ってたと思うんですよ。それでね、逆にこっちが聞きたい、なんでピオキングさんの動画が飽きないのかこっちが聞きたいってね、まあそんなコメントもねあったんですよ。まあすごく可愛らしいコメントがあってですね、まあそういうのがすごく嬉しくて、ここで一回紹介させてもらいます。そしてまあ別のコメントだと、ピオキングさんの動画はですね、まあマリメなら飽きないとか、なんかいろんなことが結構起こるから飽きないってまあコメントがあってですね、まあそれに便乗をみんなしてくれてですね、わかるわかるとか結構ねみんなそうやって言ってくれてるんですよね。そういったねコメント本当に嬉しかったですね。ありがとう。負けたけど、まあ動画内で申し訳ないんですけど、皆さんにですね聞きたいことがあるんですよ。まあ最近ですね、動画をツイッターでもつぶやいた通り、今までね6分から8分ぐらいのに収まってたんですよ。うほほ、前に投げてくれた、やせて、あ待って、こいつはファイヤーベイだ。うほほ、なんか上行った。これチャンスじゃない？めっちゃチャンスでもないね。そこまでなかったね。いやでも一番前行けたよ。そういう時点でめっちゃチャンスだと思うんですよ。走れ走れルイージ頑張って。お、一人伊藤里だだよし二人脱落しました。ここでプンプンか。マジかよ、チミの状態ではきついな。早く出てきて。うわ、右のプンプン、よし。もうクッパと付き合っちゃってよ。もう動画の最初でもね言った通り、もうクッパはねピーチ姫じゃないとなんでダメなのって思うんですけど、さあこれはあと1回、もうみんな来んな、早く、長いなこのプンプン。やった、オッケー。え、みんな来ないで。あ、マリオ来た、まずい、早くデカにならないのか。ここで一旦僕これ取っていきます。マリオが来そうだな。マリオ来た、まずい。よし、これはこんな感じ。なんかしてくると思ったけど何もしてこなかったね。さあこれこっちだね。マリオ多分右の土管で合ってると思うよ。で、あ、マリオ倒そう、よし、そう倒そう。でこれヒップドロップしよう。おい、痛い。マリオ置いていかないで。兄ちゃん待ってって、兄ちゃん待って。よし、オッケー、もう先乗りします。うわ、当たっちゃったか。先乗り、オッケー。これでゴールだったら、熱い、まずい、だー。下手くそー、マジで下手くそー。今のはね、ほんと下手くそだったね。そういえばさっき、なんかみんなに聞きたいことがあるっつってさ、話の途中やったね。春日、めっちゃ春日じゃん。めっちゃ似てる。まあ、聞きたいことっていうのはね、今ね、10分から15分以内、まあなるべくね、11、2分ぐらいで終わるようにしてるんですよ。おー、キノピオ、おー、よしよし、キノピオに任せていいよ。これ、やった投げたのがあだとなったね。あ、ちょっと待って、これまずい。こっから、しゃがんでいくんだ。オッケー、これもう勝ったわ。これ絶対勝ちました。はい、こういうコースで、ね、バトではよく出るんだよな。オッケー、で、じゃあ、いいね。よし、これ一回も見せらんじょけば勝てるはずね。みんな安心していいよ。こういうコースはですね前にしたんですよ。よし、今回も絶対に勝てると思うんで、皆さん落ち着いて見ていってください。よし、それじゃあ次、わ、この前やったコースと似てるね。オッケー、これは、いや勝てる、絶対勝てる。これごめん、見るのさ、みんな3回目だよね。僕のこのミンバトでこのコース見るの3回目だと思うんですよ。でもね、今回も勝ちますんで、やっぱコースを分かってたらね絶対勝てると思うんですよね。それを僕証明しますんで見ててください。さあここでおりゃまたなんかさっき話の途中やったくない？まあ、最近投稿してる動画の長さでね、問題ないっていうか、まあ、むしろこっちの方がいいよっていう人いるかな。ちょっとやっぱ長いな、ピオさんの動画はね7、8分ぐらいでちょうどいいなみたいないう感じの人いるかな。コスメ10だよ、適当だな。でもね、10って書いてるのね意外と難しかったりするんだよね。そしていいコースだったり、僕はそれに期待したいと思います。さあどんなコースだろう、いいコースなのか。これ僕一旦上から行きますね。みんな落ち着いてるね。あ、みんな落ち着いてらっしゃる。オッケー、あっと、これはまずい。なるほど、そこでそいつがいるのか。オッケー、待って、取らして、わー、ずるい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 、あー、
頭の横にさ、なんかカッパの足カッパの足って言ったら例えがねちょっと悪いんですけど、カッパの足みたいなのが髪の毛の中から2本出てたよね。あれめっちゃ可愛いな。さあこれはもうね、もうあれだよね、もうあれ、もう言わなくてもわかるでしょ、もう説明せんでもいいよねさあこれは右にどんどん、絶対終わった絶対終わった。これえ、ルイージは、あ、ルイージ一緒行こうね、一緒行こう、連れてってあげるからね、一緒行こう。あ、やり直す、いや、やり直さない、行けるはずなけねえかどうした、みんなで空でも見上げようじゃないかね、マリオ、ほいほいほい、ルイージおいで、ルイージおいで、ほいほいほいちょっと待って、みんな、キノピコ落ち着いて、はい、みんな、はい、上見よ、上を見るんだ、みんな、ほら、みんな上見るんだ。ちょっとキノピコ、ちょっと空気読んで、もうちょっと空気読んで、キノピコ、こうやって遊んでるんだよ、こう、わかる、こう、上、どうやってもあのキノピコはね、マリオにみんなでやり直ししませんかをね、送らしたい模様子ですね。でもさ、マリオ、本当にさ、ちょっとやり直ししない？ねえ、そろそろやり直ししない？ちょっと一回ね、協力しましょう、送ってみる。マリオ、ちょっと、よし、来た！今の協力しましょうが来たんだろうね。あんな可愛いね、あのアバターの子に言われたら多分、せざるを得なかったんでしょう。早いな、落ちるの。みんなでやり直ししよう。みんなでやり直ししよう。この動画が良ければ、グッドボタン。そして、リオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。